メキシコ地震でパンケーキクラッシュを起こした運輸通信省ビル阪神淡路大震災でパンケーキクラッシュを起こした商業ビルパンケーキクラッシュにより崩壊したとされる世界貿易センタービル配置地震で倒壊した建物パンケーキクラッシュは建築物の構造崩壊系のうち双崩壊を指す和製英語倒壊した階層が平たく押しつぶされている様子が パンケーキに似ていることから俗称としてこう呼ばれる。一方、英語での対応表現であるパンケーキコラプスは連鎖的な双方回を指す場合が多い。建築構造における双方界とは、建築構造放棄や建築構造計算あるいは思考上の不備といった原因で、特定階層において他の階層と比べて合成が小さいといった条件がある建築物に 地震動などの外力が働いた際、柱の先端破壊もしくは中量接合部の蘇製品自家によって、さらに応力分布が変わり連続的に破壊が進み、階層全体が崩壊する現象を言う。建物全体で外力に抵抗する構造崩壊型と比べ、合成が小さい部分に加速度的に破壊が集中すること、また、階層内部の人命財産における被害が、 甚大であり、上層からの避難にも支障の出ることから、建築物の構造関係技術基準解説書などでは、避けるべき崩壊型とされる。防災上は火災などにより、構造部材の体力が低下したことで起こる、総崩壊を含む。いずれにせよ、階層の崩壊が次の階層の崩壊の引き金となる、こともあり、時に連鎖的な崩壊を呈する。一般に、 中高層建築物の地上1階で最も生じやすい。これは上階からの荷重が最も大きく、かつ地震時には全ての階層に生じる水平力をまとめて受ける階層であることとにもかかわらず、駐車場や店舗として利用するために耐震壁を十分にかつバランスよく設けることができず、場合によってはピロティ形式として耐震壁が著しく少ない状態になっている。 建築物が少なくないためである。アメリカ同時多発テロ事件で、世界貿易センタービルが崩壊した要因として、ツインタワーへの航空機の突入により、火災が起こり、支持鉄骨が溶融破断したことにより途中階部分の双崩壊が発生、連鎖的に双崩壊を生じた可能性が挙げられた。なお、ツインタワー崩壊の原因については、異説もある。ありがとうございます。